僕の名前はオキシエンの三好です。僕らの名前はオキシエンの田中です。僕の名前はメッツの笹山です。僕の名前はメッツの増田です。お願いします。お願いします。変だよ、僕らの名前はオキシエン三好です。急に子供に向けてやりだしたんですか。そう、やっぱヤンボーマーボーみたいな。そう、丁寧に言うのかな。なるほどね。名前だ、名前なのかなと思ってたじゃん、今まで。名前でしょ、ですって言われても。名前でしょ、名前以外ないでしょ。丁寧にやったんです。まあ、始まりましてね。まあ、じゃあ、今回は、前回ですね、虚栄都市というゲームがね、面白かったですけども、とりあえずステージ1をクリアしたんで、今日はステージ2からやってみたいと思います。覚えてます皆さん。はい、覚えてますよ。面白かったです。ウルトラマンとね、ザラブ星人が対決したやつですね。そこメインじゃない。まあ、そこが対決で、まあ、対決で逃げるっていうね、強大な敵から逃げる。そう、強大な敵から逃げるというゲームなんですけど、前回待ち合わせの女の子にやっと会った。そうそうですね。そうそう、あらすじ言うとね、待ち合わせの女の子と会って、その後どうなっていくのかっていうのを今日やっていきたいと思いますけど、じゃあ笹山くん、はい、続いての強大な敵は何だっていう話ですよね、次が。そうね。なるほど。またウルトラマンなのか、少子高齢化問題なのかっていうね。いや、そんな巨大ってそういう意味じゃないです。強大な問題だよ。巨大ってそういうことじゃないですよ。じゃあ行きます。もう画面出ますでしょうかね。はいはい。前回のこの、そうですね、新聞に載ってね、ニュースに載ってネットニュースに。はいはい。じゃこのまま行っちゃいましょう。違うとね。これちょっと見てください。何？こうアイテム交換っていうのがあって、ボタン。うん。はい。あのコイン集めてたじゃないですか。はいはいはい。こう50貯めると、うん。いろいろ変えるんですけど、あ、10でも変えるやつある。本当だ。HP とかこれ上がるんですよ、スタミナ。なるほど。なるほど。あ、本当だ。だからこれなるべく取って。コインが取っといた方がいいってことか。取りつつ、うん。クリアしつつ。なるほど。そういうこと。逃げるのが第一だけどもね。なるほど。コイン取りながら行ってみましょう。じゃあ、はい、前回の続きで僕からやらせていただきます。いきますよ。おう、わい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 、イエイイエイでしょ。イエイの変換系そういうことです。実家さん、さあ、はい、じゃあ宇宙人から逃れるように近いと電車に飛び乗って、電車動いてたんだ。意外に平和なんだね。あ、でもあそこの都市だけ、あそこの町一角が、あ、なるほど。まだ気づいてないのかな。おお、これだろ。これ本当の画像かな。すげえでかいけど。わかんないけど、本当にこんなのが町に出てきたなら見てみたいよな。見てみたいな。確かに。自分の目で見なければ信じられない。この服のやつに聞いた方がいいですよね。現場にいた人だよね、これ。あの巨大ダメージ T シャツじゃないですもんね、多分。あれ、あら、わー、かわいいかわいい。ちょっと思ってたのと違うな。ちょっと思ってたのと違うな。ちょっと…羽まじらなかった。フォトショップでちょっと加工させていただきました。すいません。え、お店の子なんすか、これ。すいません。どうなんすか、これ。本物とちょっと違うなんてね。でも来ましたよ、これ。選択肢さっき続き、あ、なんか、あ、なんか何考えてたのっつって、この先どんな展開が用意、どこへ行こうかと、どうですかね、考えていたんだりしますか、まで君のことを考えていたんだでもいいしね、君の名前思い出してたんだと一番失礼だからね。そうだ、失礼だよな。失礼ですか。あえて行くっていうのもあるよ。あえて行ってみる。あ、深いセリフみたいな。君の名前を思い出していた。思い出せた。めっちゃ優しいです。優しいね。性格めっちゃいいな。どう？いや、でも名前教えてくれてない、全然。マジだったのかな？こんな相手なのか見て。できれば触りたい。ガオガオガオ。できれば触りたいと思った。まだ心の中。どうしたの？何何？全然名前教えてくんねえ。なんだ今の。名前教えてくんない女ってたまにいますよね。いるな。合コンとかで。いるいる。本当は名前違ってたみたいな。ライン交換して最後気づくみたいな。全然名前違うっていう。うわっ、危ない危ない危ない、気づかないと。ちょっとこれ電車のところで、またなんかあるんじゃないの。あ、よろしい。あ、違った。わ、え、あ、あれ、あ、パンチラ、なんだ、視点変えろよ、パンチラチャンス。パンチラチャンス今逃したら。視点変えろよ、本当によ。カメラしっかりやれ、カメラ。木村大作みたいな。木村大作みたいな。パンチラ界の木村大作。取れよ。話す話す。話しておきます、一応でも。
ゴーマイク、なんか前にいるね、あの、ゴー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 あ、もう電車緊急停止しちゃってんじゃん。ゴーゴー、うわ、もうみんな気をこれだから地下鉄の中ちゃんと見といてよ。いいんだよパンチラは。あ、ん？ん？何？電車が動かないの？何だったの？原因はわからないのですが、電源が停止しているようです。管制室とも連絡が取れなくなっていて、ひどい怪我の人もいるみたいだぞ。一体どうして急停車なんてしたんだ？すみません、その。めっちゃ怒られてる。線路上に何か動くものが見えたんです。違うの？でも線路上だって。え？線路上って小さいってことですか？確かに。人とか線路上？地下鉄の線路上、うん、こんなところに怖いよ、これ何だ。機関車トーマスじゃない？ああ、機関車機関車トーマスから逃げるんですか？急に本話化しちゃうよ、お前だって。とにかくトーマスから逃げるって。方もおられますから、次の駅に助けを呼びに行きましょう。うん、足元が暗いですから走らないようにしてください。大丈夫、危なくない？行けるかな、これ。どうだっけ、違うかな。どういう、なんだ今の音。ちょっとどうなってるのか、ちょっとさ、はい、地図的なもので、うんうん、駅のホーム、駅のホーム、まあ、とりあえずまっすぐだ、まっすぐだ、まっすぐ行っちゃう、行っちゃう、行きますよ。話聞こえていいの？電話としてんの、まあ、大したこと言わないだろ、こいつら。言うだろ。電話としてんすか？じゃないだろ。ちょっとミニスカートの女の子、ちゃんとマークしといて。いいんだよ、それどころじゃないんだよ、今。ちょっとでもこいつより前に出ていいもん。ちょこちょこね、人いるな。ね、人いるね。いるね。先に。あ、走らない。あー、禁止。あ、何？どうした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 ？走ったらダメですよ、走ったら。なんかいたか？運転手の説明不足だわ。あ、ごめん。あ、すごい、もう乗客も、すごいこと。走るの禁止って。走るの禁止だな。もしかして、駅のホームじゃない？本当だ。駅に着いたの？あ、着いた着いた着いた。着いたね。あ、ん？なんだ？クリア？クリアじゃねえだろ、これでクリア。二面クリア。あ、なんか、クリア。なんかいる、なんかいる、なんかいるよ。塞がってんじゃないですか？なんかいない？いや、なんか塞がってません？瓦礫で塞がってるんだな。気のせいか。あ、気のせいか。気のせい。うわぁ！怖えぇ！危ねえ！何ですか、これ。あ、やられた。やばい！駅員やられた。嘘。はい、二人やられた。雲みたいな、なんだこれは。バックショー、やばい、やばい、やばい、爆逃げ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 モード突入だよ、これ。あ、逃げるね。駅へと向こうって書いてある。でも駅に向かうの？あ、なんかいっぱいコインとかあるよ、そこの駅だ。ほら、あ、ほんとだ、危ねー。服欲しいっすからね。うん、あ、あれ、会長ネットも取ったかに。ゆきちゃん、ゆきちゃん気づくね。とりあえず、え、ゆきちゃんの言うこと聞いて。うわー、あらあらあら、出るな、出るな。ゆきちゃんの言うこと、ほら聞けよ、シュート、しとく、しとく、しとく、オッケー、よし、K、ゆきちゃん、アイテムから装備した、なるほど。ゆきちゃん足綺麗だね。装備したんだ。あー、もう装備した。オッケー、オッケー、多いぞ、いいぞ。多いよ。あ、いっぱいいるんだ、これ。今のか。向こうにこれだって3匹いるじゃないですか。ね、これどこに向かうのこれ。わかっ、やばいぞ、やばいぞ。こっちはだってこれ行けないですもんね。行けないから。行けないから。うん、どうなのか。そうだ、あの今んとこで今の何？何だこれ？いる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 、無理よ無理よ無理よ、だってあいつを、うん、こうやり過ごすん、どっか行く？あれ説、あれ停止してない？動いてないよ。動いてる、動いてるけど、動いてる。いやでもいい、いや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 、え、行ってみるかも。もう行く？じゃあ、うん、行ってもダッシュじゃない？うん、これ、隙間が、うおぉ、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 うまい、あれ、やばいやばいやばい、来るよ来る、うまっ、うまっ、なんだこの中に逃げ込めれば。あー、大声か、とにかく扉を叩いてみる。大声、大声はちょっと意味なさそうだね。なさそうだね、とにかく扉だね。誰かいてくれ。いたー、いるんか、どこなんでしょう。それ疲れてるかと思ったら、何もの挙動死んだぞ。これどうします？いや、まあレディーファーストっていうのもあるけども、でも、うん、お前が先に見るっていうのもあるよね。うん、じゃあ僕、やっぱり最終的にはこの彼女を物にするわけだからさ。
そうですね。あ、でも先危険、危険が。でもやっぱり命あってのっていうのはありますから。そうそうそう、あ、閉めて。え、何今の。これなんですか。この車両も、もう持たないでしょう。うわうわうわ、いるじゃん。でも、ホームにもあいつが。どうする？乗客には、車内に留まるようアナウンスしたんだが、うん、一部の乗客が無理やりドアを開けてしまって、それについていった人々が、次々と。うわぁ！何？どこか避難しましょう。こいつは一体何なんです？避難しましょう。ここにいては危険です。どこかへ避難しましょう。確かにここにいるよりは可能性がありそうだ。行きましょう。あ、うわ、怖い、怖い、危ない、危ない。あ、彼女ちょっと怪我してない？え、ほんと？うわ、だってでもどこに逃げるのこれ。ここから出ましょう。え、出るの？え、出たらいっぱいいない？いや、だからそのあれでしょ、中、電車の中からでしょ。中から逆に、うん。あ、携帯だ。うわ、いっぱいいるじゃん。やばいやばいやばい。やぶな。いや、もうダメだな、これ。やつら、絶対絶命か、これ。うわ、ヒント、ま、スマホに反応してるのかってヒントじゃないですか。電源を切ってきます。死ぬな。あ、スマホを持ってる。あれ、こいつ大丈夫か？こいつやられるな。わかるぞ、もう。もうプンプン出てる、やられる空気。フラグ立ってますから、うん、立ってる。やられるぞ。びっくりしないようにしましょう、じゃあ。うん、こっちもやられる顔だからね。めっちゃはんな方がいいんだけどな。あれ？ん？え？お。そろそろ行きますよ。そろそろ行くね。これ、あ、さっき。あんま行くとお前一緒にやられるんだよ。ほら、ほら、行った食べられた、食べられた。うわ、本当に食べられた、食べられてる。予想通りやられた。危ないよ、あんな近く行ったら。そうだよ。行こう。あれ？セーブ？あ、右か、出れんのよ。出れんのよ。これで出んの？お、危ない危ない。おばかばか。危ないよ、危ないよ。危ないよ。危ない危ない。危ない危ない。おお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 お遅いよ。遅いよ。四角、四角。ああ、やばい。四角を。四角を押して。四角を押して。食べれちゃってるよ。あ、やばいやばい。四角よ。四角。やばい。これは難しいぞ。四角よ。オッケー、うまい。うまいもんだ。逃げろ逃げろ逃げろ。逃げろ逃げろ。ゴー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 。わゴー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 。やばい、走れなくなっちゃったよ。なんで走れないの？走れない。あ、ゲージか。体が？よし。おお、よかったじゃん。来たー！うわー！また！なんだこれ？これもう無理だよこれ。あー、これもうダメだ。携帯かな。そうだね。あ、そうだね。それじゃない？それだ。魔物の真似してるんだ。魔物のフリース。なんで携帯に食いつく？これもいい。この人、うん、彼女がね。彼女はね。彼女は。うわ、何これ。え、なんだこれ。なんだこれ。なにこれ。なにこれ。ほんとだよ、ほんとだよ。ほんとそうですよ。コイン取りって。動いてる。な、これ何、何これ。何で出てきたやつ。なにこれ。普段、なんだこれ。根っこ木の。動いた。わぁ。パンティーライン見てないよ。バレたか。バレたかじゃ分かんない。そんなことないでしょ。でも、ケツで押された。ごめんなさい。大丈夫？あら、いいじゃん。あら、この子いい。あれ？悪くないですよ。ちょっとでもこれ、正直に行きましょうか。うん、ああ、そっちね。お尻の感触素晴らしかった。大事な人そばにいるけど大丈夫？そういう男が好きなんですよ。ぶつかったお尻の感じになって顔が真顔だから。いや、そうなのじゃない。聞いちゃった。そうなのじゃないよ。一体何が起こってるのかしらね。全然話し合ってこないですね。この体が。そうね、なんかね。確かに。
ちょっと吉瀬美智子っぽい感じ。そうね、うん、絡みあんのかな。そう、うん、綺麗な顔してるわね。え、あら、え、あら、誘ってんじゃん。あなたたち協力して地上に上がらない。何、うわ、私の名前は柏木、柏木リサよ。ウェブのニュースサイトでコラムや記事を書いている。中学校で書いてんだよ。そうね。ジュノールだろ。いいでしょ。それぞれが見てる。前にもウェブライターを名乗る人と会ったというと、町にはスクープを狙う人が大勢出ていることを教えてくれた。うん。あ、そうだ。連絡が取り合えるように。え、彼女なんと思わないのかな。ね、結構な。普通に親密になっているアドレス。あ、でもさっきさ。投げたじゃん。やっちゃったよ。もうどうすんのよ。交換、そうだった。交換したくないし、あ、アドレス交換、美しい。でもそうだね。あ、そのな、傷つけたくはないよ。うん、そうだよね。うん、次に繋げた。こんな美しい女性とメールやばいやつじゃん。やばいやつだよ、こいつ。逃げたろ。悲しそうな顔してるよ。つってね、悲しい。スマートフォンをなくしてしまったんです。やばいな、こいつ。そんなにがっかりしそうなんだ。わかった。私の予備を貸してあげる。うわー、おー、めっちゃいいじゃん。大丈夫、仕事柄2台持っているから。ちょっと待って、やばいよ。どういう流れかがもう分かんなくなってきた。手分けして地上に出るルートを探しましょう。協力してって言ったの、はい、うん、だから見てんじゃねえよ。うるせえよ。まだかないじゃねえんだよ。早く後ろ向かないから。時間じゃないんですよ。じゃねえ。いやいや、今早く抜け出すルート、佐山。うん、いや、今言ったじゃん、あの女の人。どう、大丈夫？トイレ見てみます。でも、あ、いいよ。なんかあるかもしんないさ、なんかロッカーとかもさ、あるかもしんないしさ。あ、こんな時じゃないと入れない。こういう場ですから、いいでしょう。いや、もう、ほんとに。なんで大したこと言わねえな。うわぁ、え、あ、紳士だね。いいじゃん、こんな緊急時なんだからさ。あ、最初主人公、女選んでたらいけたんじゃないですか。そういうことか。じゃあ、それ言い出したらもう意味わかんないけど、それまでのストーリーは全然違ってくるから。そっか。このトイレが入れるか入れないかだけじゃないよ。あれ、何、髪型変えられんの。マジで。あら、どうします。どうする。ちょっと見てみますか。まずはソフトモヒカンからこちら。ああ、最悪だね。岡田純一、そうだよ、岡田純一みたいで。あ、でもこういう対策に出やすいもんな、岡田くん。あれ、岡田くんみたいだ。岡田くんだね、これは。そうだね。岡田くんだ。でもまあ、こいつかな。チャラい、チャラい方がいいな。逃げたろ、逃げたろ、これだ。そうそうそう。バカ作戦が出てくる。そっちの方がいいよ。あ、なんか、あ、あ、いた。おい、ちょっと待って。森本くん。だ。君が森本くん。チケットを岩渕さんに届けてあげよう。え、いや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 。チケットを届けてくれるだって。俺やっぱこういうのちゃんとさ、回収していくんだね。なるほど。うん。お話ちゃんと聞いとかないと。そういうことか。お前さっきのお前線路歩いてる時も結構無視してたからな。あれも良くないんじゃないか。じゃあこれから聞いてくわ。あれ？もらえた？だから、岩渕さんが待ってたのは森本くんがこうやってこれに巻き込まれたからそうだと思いきや、もともとだって電車動いてたから、そもそもが遅刻してんだよ、森本。普通にね。うん、普通に。やばい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 、ほらもう勘弁してよ。スマホ投げろ、スマホ。スマホ投げろ。はい、あー、しぶっ。気をつけて。あ、気をつけて。あ、やっちた。やっちた。やっちた。これ森本ちゃん。心配だわ。いいよね、もう。もう森本ちゃんはもう大丈夫だね、森本イベントは。お、あ、来た。やばいぞ。はい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 。逃げましょう。あ、じゃあ逃げて。これ取ってやる。はい。その、そこから行けるから、それ。あ、うまい。はい。おい。知りません。うわ、あ、はいはいはい。お、うわ、あ、くぐるんだ。ここでコンビニで培った四つん這いだ。うわ、気持ち悪い。気持ち悪いな。こっちだろう。うわ、気持ち悪い。
こっちだ。お、こうだな。逆か？これ合ってるか？逆っぽいな。でも S 入ってるぞ、S。うん。S のとこ行きたいな。セーブポイントのマークだね。違うか。あれじゃねえのか。こうだよね。S、あれ？どれか行ったよ。お店やってんの？山ごぼう店主。なんだ山ごぼう。ゆっくりして、あ、もうもう。なんだこれ？あ、また力。あれ？ん？じゃない？この謎の光。取得した。来た。あ、ブレンドコーヒー。あ、なんだ、コーヒーか。力を取得したのかな。これでもなんかもう行くとこないっすよ。多分。本当だ。ブレン。ナンバーキー。お。あ。番号どうだ。ここで脱出ゲームの要素も含め。待ってきた。そこの。あ。聞いてみろじゃん。そこの扉のことかな。誕生日のポスト。あ。とりあえず持ってきましょう。うん、うん、即決でパクった。うん、そういうことだ。どうしたらいいんでしょう。もう一回聞いてみれば話聞いてみるわ。山本のマスターに。あのドア普段使ってないんだよ。ハンバーガー屋さんを挟んだ向こう側に宝石店があるんだが、そこの店主は気まぐれに番号式のロックと。なるほどね。奥のドアの番号を尋ねる。尋ねた方がいいですよね。うん、はい、一応。番号は宝石店の店主しか。確か誕生石がどうのと。ロック解除のための名をもう宝石店で預かる。なるほどね。宝石店の、じゃあ宝石店に行こう。宝石店の店主、うん、どうだ。あ、ハンバーガーショー。近かったもどんのか。またか。こっちも無理っすよね。いけなさそう。うん、あれ、いけるか。意外といけちゃう。いけますか。下、いけるか。くぐれますか。くぐれる。あれ、ダメです。こっちか。これこれはこれは、おーおい、宝石店来た。なんか今女の子いたね。あ、ここにいたんだ。何、いや、あの厨房みたいなところにいなかった。一人すぐそこだよ。うん、こっちだよね。そうですよね。ここだ、店主。おー、ナイス。変な女いるよ。はい、はい、メモ、うん、メモ、メモ。これアイテムとかで見れるってこと？うん、アイテムで見るよ、あのオプションで。これだろ、これだろ。うん、アイテム。すごいな、いろんなのを調べなきゃいけないんだな。それじゃない、うん、あの一番左の3番目これですか。あ、これか。それ見て、ペリドット、翡翠、エメラルド、ルビー。くわー。あー、なるほど。わかった。これ、誕生石。まあ、誕生月。で、こう、この隣のポスター見るんじゃない？あー、はいはい。なるほどね。なるほど。謎解きのね、やっぱ面白さが今、一瞬で終わった。この瞬間。この瞬間、今この瞬間。はい、で、5でしょ？まず、ペリドットが。あれ、ペリドットがある？あー、あるか。ペリドットが8。8、8。あれ、あとなんだっけ？もう1個も打てないっす。戻ってね。まあまあ、まあ、戻って後ででいいんじゃない。後でいいんじゃない。そこだ。また今ここで調べても忘れちゃうから俺ら。うん、はいはいはい。どうしよう。なんか変な女いたからさ。ちょっと女、女。これか。全部私の女。あ、これやべえ女だ。あ、これはやべえよ。カジモ泥棒みたいなやつでしょ。ちょっとちょっとちょっと。ここにいると危ないですよって優しくちょっとさ。あ、やっぱ女には優しくしようよ。逃げそうね、そうね。ラッキーあるかもしれないですからね。優しいのね。改め、命を大切に。うん？大切にしてくれる？あなただと思って大切にするよ。心から言う。ないこと言う。心から。心から言うよ。心から言うよ。くどこ？すぐくどくない。なんか手に入れた？全部。うわ！何かを手に入れたんだ？何かを手に入れた？しゃあ！しゃあ！扉開けてくれ！お！行くか！うん、したらまた、おお、なんだよ。さっきのね、これだ。行きましょう。おお、やめろ。なんか、カサカサ来てる。やばい。さっきのとこどこ？いや、いいよ、いいよ。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、あの女の人。よし。じゃあ、鍵の番号、はい、調べようよ。うん、あ、
ペリドット翡翠エメラルドルビー最初5でしたね。あ、こんなにわかりやすく5 5あ、ほんとださっきの時間が8か。あ、ペリドット一番最初8、一番最初8じゃない8だよ、ペリドット8 8、5だね。8 5 8 5 8 5。エメラルドも5ですね。もう一回5じゃない。8 5 5 7 7 7。はい、オッケー。親切丁寧だったね、うん、親切丁寧、で親切なんだね、うん、ストレスがないっていうね、このゲームをする上で、うん、素晴らしい心遣い。はい、うん、今のとこまでは、うん、この6個解除したら長いのがストレスになりました。そうね、ストレスね。急なストレスありましたけども、うん、これ何なの？うわ、うわ、ああ、来た、マスだ。走れ、逃げろ、逃げろ。俺、あの、使いどころ分かってる。ああ、そういうことか。うん、今だっていう時に使わない。うん、ダッシュ。今、最後ちょっと使ってたな。うん。今だって思ったってこと？そう。あれ、これは、何ですか？これも長いな。おお、警察だ。何かいるよ。なんだ、ヤジウマもいるし。ヤジウマですね。ヤジウマ、うわー、何これ、見たことない、これ見たことない、本当に。来るやばいよ、みんないっぱい、ここ見るのに。こいつのなんかもう大やびみたいなのいるんですね。いや、いるでしょ、多分。みんな逃げないと。ゴーゴー、どっちだ、何なんだ、どこにゴーだ、俺ら。とりあえずこの場から離れよう。どっちだ。騒然となってない方行って。うわー、みんな捕食されてる。うわー、いるよいるよいるよ。どっちに逃げればいいんだ。なあ、騒然となってる。とりあえずこの場から離れるったってな。だいたい騒然としてるな。すごい。うわ、全然コミスがやっと立たないよ。情報量よ。どこに。あー、仕掛け。情報量よ。仕掛け。あー、もう仕掛け。あ、いや、やってるよ。仕掛け。あー、もう走れなくなっちゃった。君たち、この車に乗って早く。おー、いいよ、つ。キーは刺さってる。運転はできるね。最高じゃん。え、やめる？いる？行く？うん。もちろんですね。俺に車渡すなんていい度胸だって。すごんで乗る。いいね、よくわかる。結局乗れるからこれやってみよう。そうね、そうだね。そうね、うん、俺に車を渡すなんていい度胸だ。頼もしい。いや、女も行かれてんな。女もバカでしたね。女もバカでよかった。さっき低いな、このカップル。あなたは早く乗って。いいから早く。早く出しなさい。やばい。私のことを。いいから、とにかく行くんだ。うわ。ごめんなさい。ゲームオーバーになりたくないから容赦なく機動隊のことは気づかないふりしたし。気づかないふりしてい。や、話してたじゃん。話してたから気づかないふりって。あ、いたっつって。いや、逃げ山ってこういうやつなんだ。そう。あ、目をつぶって。え、つぶっちゃったよ。おぉ、やばい。大ボスみたいな。おぉ、あめだなあれ。うわっ、ガメラが登場で。なるほど。いや、面白い。これで終了と。素晴らしい。なるほど。わ、車からこれ楽しみっすね、また。いやー、みたいな次がね、楽しみということですけれども、というわけで、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日も見てくれてありがとう。また明日も見てね。バイバーイ。新機能実装、iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン